エリック・シングルトン・キャンベルは、アメリカ合州国コネチカット州、ノーウィッチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のシアトル・マリナーズ参加所属。14世紀のスコットランド国王ロバート一世の、遠い血縁に当たるとする説があるが、キャンベル自身は否定している。ニューヨーク・メッツ時代2008年の MLB ドラフト8巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。 契約後、参加の A-9 ブルックリンサイクロンズでプロデビュー、66試合に出場して打率、264本塁打、28打点、1盗塁を記録した。2009年には A 級サバンナサンドナッツで公式戦95試合に出場、打率、248、5本塁打、47打点、6盗塁を記録した。9月2日に、 AAQ セントルーシーメッツへ昇格すると、公式戦7試合に出場した。2010年には、ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツ、AQ セントルーシー、AAQ、ビンガムトンメッツでプレー。AAQ、ビンガムトンでは50試合に出場して打率。279、6本塁打、30打点、1盗塁を記録した。2011年は、AAQ、 ビンガムトンでプレーし、126試合に出場して、打率、247,4本塁打、46打点、6盗塁を記録した。2012年も AA 級、ビンガムトンでプレーし、115試合に出場して打率、297,9本塁打、50打点、10盗塁を記録した。2013年は、AA 級ラスベガスフィフティワンズでプレーし、 百二十試合に出場して打率三百十四八本塁打、六十六打点、十二盗塁を記録した。二千十四年にはトリプル A 級ラスベガスで開幕から三十三試合に出場。打率三百五十五三本塁打、二十四打点、三盗塁という成績を残した。五月十日にはメッツとのメジャー契約締結を経てフィラデルフィアフィリーズ戦で MLB 公式戦にデビュー。6回裏に代打として出場すると犠牲フライで MLB 公式戦初打点を記録した。MLB 公式戦全体では85試合の出場で打率2633本塁打16打点3盗塁を記録。内外野をこなせるユーティリティプレイヤーとして左翼で20試合で無失策 DRS0。DR 三塁手十九試合で一失策、守備率。九百9 7 1 d r s 零、一塁手十八試合で一失策、守備率。九百九十二 d r s 一、右翼手三試合で無失策、d r s 一という成績を残した。またこの年に、松坂大輔とはチームメイトとなるが、松坂の渡米後初登板である二千七年のエキシビジョンゲームで、ボストンカレッジの 9番、三塁手として、先発出場していた。2015年には、メッツ屈指の人気選手である、デビッド・ライトが故障で戦線を離脱したことを背景に、三塁手として、MLB 公式戦へ起用される機会が増加。公式戦71試合に出場すると、前年と同じ3本の本塁打を放つ一方で、打点や盗塁で、自己記録を更新した。また、打率。 197ながら出塁率312を記録するなど選球眼の高さを発揮。守備面では48試合で3塁を守ったものの8失策、守備率 921DRS-3 と振るわなかった。その一方でトリプル A 級ラスベガスの公式戦では33試合の出場ながら363という高打率を残している。 2016年には MLB 公式戦40試合に出場したが、打率173、1本塁打、9打点と低迷。その一方で83試合に出場したトリプル A 級ラスベガスの公式戦では、打率301、7本塁打を記録した。オフの11月1日に40人枠から外れで、マイナー契約でトリプル A 級ラスベガスに降格し、 7日に FA となった。2016年12月2日に NPB の阪神タイガースと1年契約を結んだことが球団から発表された。三塁手としての起用を想定した契約で背番号は29。2017年にはスローペースで調整していた春季キャンプ終盤の紅白戦で打席に立った際に空振りで左手首を負傷。後の診察で 県省園の発祥が判明したことを受けて、オープン戦の期間中から、幹部のリハビリを優先していた。公式戦開幕後の4月12日から、ウエスタンリーグ公式戦8試合に出場すると、本塁打こそ出なかったものの、一塁手や左翼手にも起用されながら打率。261をマーク。4月25日の対横浜 DNA ベイスターズ、1008回裏に、 代打で一軍デビューを果たした。二日後の同カードに5番一塁手として初めてスタメンに起用されると3回裏の第2打席で一軍初安打7回裏の第4打席に放った敵地打で一軍初打点を記録している。その後はチーム事情で出場の機会がほぼ代打に限られたため自身の希望で昼に坂上なりオバマ球場での ウエスタンリーグ公式戦へ出場してから、夜に、甲子園で一軍の公式戦へ臨むこともあった。しかし、5月25日の読売ジャイアンツ戦に、6番、三塁手、として、スタメンに起用されると、一軍公式戦での初本塁打と、敵地二塁打で三打点を挙げて、チームを勝利に導いた。だが、以降は25打席連続無安打を喫するなど打撃が、振るわず、 6月7日に出場選手登録を抹消。さらに、この事態を重く見た球団が、ジェイソン・ロジャースを獲得した7月以降は、1軍に復帰できなかった。後に、ロジャースも2軍へ降格したため、9月28日に、ウエスタンリーグの最終戦へロジャースと共に、スタメンで出場すると、1軍のレギュラーシーズン終了を待たずに、アメリカへ帰国した。オフの11月30日。 日本野球機構に提出する保留者名簿が期限を迎え、ルイスメンドーサ、ロジャース、ロマンメンデス、12月2日、自由契約公示された。2018年は、マイアミマーリンズとマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーのスプリングトレーニングに参加した。シーズンでは、参加のトリプル A 級ニューオーリンズベビーケークスでプレイし、95試合に出場して打率。 313、6本塁打、68打点、8盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月24日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは参加の AAA 級ラスベガスアビエーターズでプレイし、94試合に出場して打率。 276、16本類六65打点、6盗塁を記録した。オフの11月25日に再びアスレチックスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年12月2日に FA となった。2021年より現役を引退してアメリカ北東部の大学野球サマーリーグである。 フューチャーズカレッジトベースボールリーグに所属するノーウィッチシーユニコーンズの監督に就任したが5月に現役復帰を発表してシアトルマリナーズとマイナー契約を結び同月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした5月31日に参加の a a a 級タコマレーニアーズへ降格し6月2日に40人枠から外れてマイナー契約となった トリプル A 級では2013年から4シーズン続けて3割台の打率を記録している。守備面ではアメリカ球界時代に保守と中堅守以外のポジションで公式戦に出場した経験を2014年から2016年までの MLB 公式戦には3類種として通算74試合、1類種として44試合、左翼種として26試合、右翼種として3試合、 二類種、遊撃種として2試合ずつ起用。さらに、シーズンを通じて、ラスベガスに所属していた2013年には、投手として、トリプル A 級の公式戦1試合に登板している。ありがとうございます。